ネバネバ役ネバビープロミスクロです。というわけで本日も始まりました、約束のネバーランド考察チャンネルのお時間でございます。僕今すっごい欲しいものがありまして、この間約束のネバーランドのアニメ化記念の漫画の1から10巻ボックスを買ったことをご報告させていただいたと思うんですけれども、このボックスフランス版があるのはご存知でしょうか。フランス版だと1から3巻までが入ったボックスっていうのがこんな感じでファンにはたまらないアイテムになってるわけなんですけれども、これが欲しいんですよ。本当に欲しいんですけど、日本だといろんなサイトでも取り扱ってるところが少ないらしく、海外版のサイトとかで見たりしてるんですけれども、なんせねフランス語がわからない、フランス語が読めなくて発注したくても発注できないっていう現象に陥っております。なのでもし視聴者様でフランス語がわかる方、または日本で手に入れられるところが知ってる方がいましたら情報を求めます。皆さんこんばんは、いかがお過ごしでしょうか。編集中の黒でございます。今回の動画なんですけれども、実は少し前に撮影したものになりまして、この撮影をしてから何回かジャンプの方は発売がされてるので、もう言ってることに対してもう結果が分かってる内容も少しあるんですけれども、ちょっと復習的な感じで動画を見ていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。今回も少しジャンプの内容になりますので、単行本派の方には申し訳ないんですけれども、次の動画、そして次の次に上げようと思ってる動画ですね、単行本派の方も楽しめるような内容で考えておりますので、その時はまたぜひ見てください。というわけで本編に戻ります。というわけで本日はジャンプの内容についてお話をさせていただきます。なので単行本派の方、ネタバレが嫌な方っていうのは動画を見ないことをお勧めいたします。というわけでジャンプで明かされた鬼の正体、鬼はもともと細菌のような何かだった、そして人間を食べなければ形や知能を維持できないっていうことが判明しまして、食べるものによってその姿形が変わるということで、前回ですねムジカとソンジュについての考察も挙げさせていただいたんですけれども、今回その情報が分かったことでジャンプでね再会したノーマン、こちらのノーマン表情だったりとか、いまいちまだ確実にノーマンっていうのが思えないようなちょっとした描写が多いかなと思うんですけれども、今のところノーマンの体で進めさせていただきます。というわけでノーマンとエマが無事に再会をしたわけなんですけれども、ノーマンはそこで鬼の正体っていうのをエマたちに伝えます。そしてノーマンは鬼側の世界で食用時の楽園を築こう、ネバーランドはもう終わりっていう風に言っておりまして、今は約束があって人間の世界っていうのに行けない状況なんですけれども、こちらの約束を結び直して人間の世界に行く、それを目的に進んできたわけなんですけれども、今回そのノーマンが農園を潰していっておりまして、鬼に食用樹を与えずに根絶する方法をエマや子供たちに提案をしました。子供たちは人間の世界に渡るっていうのもまだね不安要素も残っていたわけなんですけれども、すごい、そんなことができるんだ、これでもう鬼たちに食べられなくて済むだったりとか、それに賛同する子供たち、そしてそこで何か考えた表情をしているエマ、エマは本当にそれが自分の望んでいることなのかっていうのを考えているようなシーンがありまして、エマだけがちょっと違った考え方をしているような描写が描かれておりました。レウィスとの死闘の時にも戦わない方法はないのかなっていう風に提案をするシーンがあったように、エマは本来鬼とも戦いを望んでいるわけではない、そして鬼にも家族のようなものがあったりだとか、ムジカやソンジュっていう風に鬼の中でも自分たちを救ってくれて助けてくれて教えてくれた、そういう気持ちを共感できた鬼っていうのもいたわけですよね。なのでエマは決してね鬼を滅ぼしたいわけではないっていうのが結論だと思うんですよね。このまま言ったらエマは鬼も救いたいみたいなことを言い出すんじゃないかって思うぐらいの表情だよね。なのでこのモヤモヤが今後どのように物語が進んでいくのか、考えられることとしてはエマとノーマンの対立、
これがあるんじゃないかなと思っております。孫樹が言っていたように、あの約束は人間でないと壊せないっていうようなキーワードがあったように、約束を結び直すにあたっては人間でないと壊せないっていうふうに言ってるので、鬼だと壊すことができない、何かしらの理由があるとも考えられるんですよね。今後こうなったら面白そうな展開なので、今後約束を結び直すにあたって、僕が今まで散々唱えてきたエマが鬼の血を引いている説、こちらが今後関わってきたら面白い展開になるんじゃないかなと個人的には思っております。例えばなんですけど、今後ノーマンが鬼を滅ぼすにあたってエマがもし鬼の血を引いているとしたら、その二世界をつなぐような存在にエマがなるのではないか。鬼の血を引いてるのがエマだけとは限らないので、食用時にもしそういった鬼要素も入っていたら結ぶことができない、壊せない、あとは鬼の血を引いているエマは渡ることができないみたいな、エマだけがいけない、ちょっとネガティブ的なストーリーもまた面白いんじゃないかなと思っております。なので本当に今まで散々唱えてきたエマが鬼の血を引いてる説がいよいよ明かされていくのかもしれません。合ってるか合ってないかは全然わかりません。なんですけれども、今まで出てきた要素をつなげるとしたらそういったところになるんじゃないかなと思っております。最終章とはいえ伏線回収もできてない部分もたくさんあるので、まだまだ続いていくと思いますので、僕も1考察デーとして僕の動画をですね、見てくれてる視聴者様と一緒に考察をしていきたいと思っております。というわけで本日の考察いかがでしたでしょうか。僕のチャンネルでは約束のネバーランドのみの考察動画を上げております。なので約束のネバーランドファンの皆様は他の動画もぜひ見てください。というわけで約束のネバーランドファンの皆様は高評価、コメント、そして僕の動画投稿のモチベーションが上がるチャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いいたします。役ねば最高。では、見てくれたみんなありがとう、チャンネル登録してね、 Twitter と Instagram もやってるよ、フォローしてね、また見に来てね。